今政治を変えなかったら子供たちの時代に間に合わない。日本自民党大选27号就要投开票，参选人卯足全力，最后冲刺小圈行程满档，地方跑透透为自己拉票，网络战也打得火热。その時苦しい時を支えてくれた皆さんに、国会の自民党の政治と金の問題で迷惑をかけてる。そこにやはり我慢ならなかった。接受搞笑艺人专访，试图摆脱政二代光环，拉近与选民间的距离。新庄さんには絶対総理になっていただきたい。日本を変えてください。頑張ってください。大好きです。26号，官方社群平台更释出这段新影片，各地选民为小泉打气，看似人气旺，不过民调数据却没那么乐观。やっぱ首都初めての女性総理じゃないですけど、ちょっとなってもらえたらまたちょっと政治も変わるのかなと思って、高井さんちょっと応援しようかなと思って。根据 NHK 最新民调，小泉高市识破目前三强鼎立。小泉虽获得较多国会议员支持，不过第一轮投票会加入党员票，可能导致党员票落后的小泉总票数掉到第三，无法进入第二轮投票。有日媒报道，小泉周三紧急和党内最大派系麻生太郎会面30分钟，希望争取支持。国の究極の使命は国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと。反观被视为安倍接班人的高市，在 NHK 最新民调中超越小泉，高市能否一鼓作气成为日本第一位女首相，就看周五大选结果。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。